泥団子作り、あのバレンタインということでね、今日はちょっと待ってね、バレン、はい、じゃあ今からじゃあバレンタインということで愛を込めて、はい、あの泥団子を作っていきたいと思います。でも今ツイッターでさつぶやいたから全然反応がないわ。ちょっとゲリラすぎた。はい、でもまあちょっとやっていきましょう。イエイ。はい、でということでね、まあ、ちょっと本当作れるかちょっと不安なんですけど、まあ、多分作れないと思うんですけど、まあ、時間かかるらしくてすごいやるか迷ったんですけど、まあ、ちょっとやっていこうかなって思います。はい、ちょっとバレンタインということでね、作り方は土台土で、めっちゃ手が汚れるらしくて、すごいそれがすごいためらいがあって、私はだからやるかすごい迷って、まあや、まあ、なんならちょっとあんまやりたくないなって思ってたんですけど、まあ、バレンタインだからまあみんなが喜んでくれるものはやっぱ泥団子かなって思ったので泥団子作ります。土台土、泥団子の土台作る、土台土を入れたチャック、土台土ってどれ、でっかちゃんの方かな。そうバレンタインだからさ、しかもなんかカラフル泥団子ってあって、こうやってなんかノーマル、レッドブルー、レッドとかいろんな色のカラフルなやつがあるガチャガチャなのに、私運が悪すぎてノーマル引いちゃって、全然カラフル泥団子の中でも一番あの全然ノーマルなんで普通の泥団子なのですでね、そうカラフルは作りたかったんだけど、あの普通の泥団子になっちゃった、ちょっと運が悪くて。はい、どっち、土台土、磨き粉、でもこっちが土台土っぽいな、土台土って書いてないもん。ちょっとめっちゃアングルがすごい硬い。土台土ってどっち、どっち、まずは粉入れるために土にチャックつき、これ間違えたら終わりだよね。え、どっちなんだろうこれ、土台土って書いてないからわかんないや、どっちだろう、ちょっと待って、アングルが本当にちょっと 肩痛い、こんぐらいならいいか、よいしょ、ちょっと本当ちょっと近づけようかな、でよいしょ、どっち、どっちだ、どっちが土台土、でもこっちがサラサラしてるから磨き粉かな、土台土、じゃあこっちで行ってみます。間違えたらちょっと企画倒れで、てかこれ作るときマスクしてくださいって書いてあったんですよ、なんか吸っちゃうからみたいな、あと衣類やインテリア、壁紙などに付着すると拭き取れず汚れて残る場合があるって、それすごい困る、だから一応マスク用意した。そうすごい怖い、これ作るのマジで、あちょっと髪型が変だ、そう多分こっちが土台土だと思うんだよね、わかんない、ノリで泥団子作ってみるわ。はい、作れるかな、まあ、多分いけると思う、書いてないんですよね、なこれが何かとか、でっかちゃん、これが土台土じゃなかったら終わり、あかん、部屋間違えたなんて、合ってます、え本当に書いてないのこれマジで、これどっち、まあいいやこっちの、本当に一か八か、磨き粉と土台土、あこっちっぽい、でもで入れまして、うわ手が汚れるわ、で
ちょっと QCC 水 QCC って書いてあったんだけど、 QCC がちょっと本当わかんなくて、わかんない、適当に入れてきた水 QCC って書いてあるけど、まあ、QCC かどんぐらいか本当わかんなくて、まあちょっとノリでこれぐらいかなって感じ。これぐらいですね多分 QCC って。そう、多いって書いてある。え、多いオーナーだって。嘘、 QCC ってどんくらい多そうだって。え、どうしよう、やばい、 QCC ってほんとどんくらい、小さじ1ぐらいって。え、私調べたんですよ、 10cc がペットボトルのキャップ2つ分ぐらいって書いてあった。マジでちょっとでいいだって。マジ ?QCC って小さじ1杯、小さじ1杯ってこんぐらいじゃない、小さじ2杯ペットボトル2つ、そう2つぐらいだよこれ。結構 20cc ぐらいありそうだって。それはない、それはない、多いってだって。え、じゃあちょっと減らすわ。逆にこんぐらい？でもこれは少ないでしょ。多分多く見えてる配信では。約 9cc だからまあ約だからまあこんぐらいでいっていきます。だってキャップ2個分だよね。これ多分キャップ2個分より多分少ないと思うわ。いきます。はい。でこの余った水どうしよう。で。チャックして、チャックをしっかりして土台に水を染み込ませる。了解、チ、はい、はい、水を染み込ませる。確かになんかちょっとタプタプな気がする、これどうしよう。なんかちょっと思ったのと違う。え、多いかも、どうしよう。終わった。え、だってこんなんで泥団子できるわけなくない？やばい、だってすごい、なんかこんなんで絶対泥団子できないと思う。え、チョコの原料ですか？だって違います、泥です。え、だってめっちゃもう雨上がりのグラウンドみたいになっちゃってる。え、やばいってこれマジで。え、どうしよう、でも全体にね行ってないわ。でも穴開きそれすごい嫌だ。でも多分だってキャップ2個分でしょ、キャップ。まあちょっとこねてみるわ。確かに小学生雨上がりのさグラウンドでもまあ泥団子まあ作れるっちゃ作れますもんね。うん、めっちゃこねてみました。ん、なんかちょっとすごいみずみずしい。うわ、しっかり動画見てみようかな。なんか泥団子どんぐらいの水だった？めっちゃ柔らかい。どうしよう。めっちゃ動画見て学んだんですけどね。
丸めてると乾いてくるのでは。確かに。ちょっと待って、ほんと無理。なんか今のところ泥団子もあんなそう。どうしたらいい？あ、でもまあそんな感じか。時間経てばさ乾いてくるよね。QCC にて混ぜ。でも結構動画の人結構カラッてしてるわ土が。下敷きって書いてあったんですよ。いるものが下敷きって書いてあったけど、下敷きがちょっと探すのめんどくさかったからクリアファイルでいけるかなって思って。クリアファイル、そう、時間が解決してくれると思う。でも全然動画の人と全然違う。なんか動画の人もっとなんか土っていうか、なんか砂って感じだけど、私めっちゃ泥、まあ泥団子だからしょうがないか。うん、やばかったらドライヤーで乾かそう。確かに今ヒーターつけてるし、ヒーターでもやばいよ。やば、まずここから素手でさ泥を握るっていうのがすごい、なんか小学生ぶりすぎて、なんかあれだわ、緊張る。キヤー、片栗粉混ぜると。あ、でもなんか固まってきた。あ、でも上の方がちょっと水っぽい。やだ、やだ、自分で選んだ道が仕方ない。確かに、うわ、すっごい水にいし、室内汚さないようにやって。確かにそれだけが願い。で染み込ませる。全体に水が染み込んだら下敷きの上に土台土を袋から取り出して。ちょっと本当にもういいかな、染み込んだと思う。ちょっと一回本当に弱い、本当に。で本当いつも手汚れて、もう本当瀕死状態にいても、ちょっといつでも拭けるように。でじゃあ今からね出しますよ、下敷きの上に土台土。できます。見えます？これこれ、こうやってやれば見えるかな。見える、見えますかな、見えるかな。ちょっとすごい嫌だ、嫌だ。行くぜ。これもいいよね。行くぜ行くぜ。嫌だ、全然落ちてこない。ちょっと待って待って、全然落ちてこないけど、全然。え、どうしよう、やばいやばい、これえ失敗か、これ。やばいやばいやばい、もうだってネチョネチョだもん。どうしたらいいの、やばいってこれ。終わった。え、嘘でしょ。だってこんな見た目と全然違う、説明書と。だって説明書もっとカラカラだもん。私もうネチョネチョすぎて。やばい、やばすぎ。やだ
え、もうさ、終わってるやばいやばい。うわ、これ絶対できないわ。ここからできたら奇跡。うわ、これうわ触りたくないな。これだってみずみずしいんだもん。ちょっともう無理。ちょっとで、じゃあこの大きさの泥団子、うわ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 、これ無理だ。だってネチョネチョだもん。なんか汚いなっていや、それな、え、もう無理でしょ。手で潰すように練る。硬い時は手に水つけ調整する。だって硬いとかじゃないもん。めっちゃやばい。だってほら、もうこんなん柔らかすぎて、え、どうしようマジで。9cc ってそんな少ないの？だってもうめっちゃ柔らかい。このミニ今日ミニ泥団子にしよう。ちょっとこれはもう捨てて、今日はミニ泥団子にする。うわ、ちょっと、ま、ミスっちゃった。砂足せば、だって砂拾ってこないと。まあ団子に、まあ、ちょっと一応丸く説明通りやっていきますわ。はい、で、はい、丸くしました。丸くして磨き粉、新聞紙、紙の上にハサミでふくらはぎ磨き粉を出す。確かに磨き粉かけたらさ、磨き粉したら変わるかも。ちょっと一回手拭きます。マジで、うわへえ、いける。手にめっちゃついた。これ絶対部屋に落とさない、落とせない。うわ、これすごいな。そうで、じゃあ磨き粉かけますわ。まだ磨き粉早くない？だって、え、早い？作業を中断する際は周囲を汚さないように石鹸で手を洗ってください。だってこの部屋で全部済ませたいんだ。で、こうやって丸めまして、はい、で、ちょっと手拭きますわ。一回少し乾かそう。だって確かにちょっと乾かしたらなんか団子になるかも。よいしょ。手につかないくらいまでこねるよ。だってマジすごい、みんな詳しいな。じゃあティッシュで水分取ればいいか。
ッシュでじゃあ水分取っていこう。ティッシュの中でちょっとこうやって丸めて。あ、でもなんかちょっと水分取れた気がする。あ、なんかいい感じかも。で、ここを一回ネチョネチョ拭きますわ。よいしょ。いいね、だってそう、アルミみたいに綺麗になるんですかね。だって YouTube 見たら綺麗になった。そう、ちゃんと YouTube 見てね、予習したんですけど、ちょっと水の量はね間違えちゃいまして。はい、でこうやって丸めまして、でもちょっとほんとなんか芯のある泥になってきた。芯のある泥になってきた。はい。いい感じ。はい。で、まあいいかな、そろそろ。新聞紙とのようにハサミで拭くわけ、磨き粉を出す。団子の上に磨き粉を薄くかき、余分な粉を振り落とす。磨き粉が水を吸って黒くなったら、2の作業を4回繰り返す。再び終わったら、黒くなる前に磨き粉をつけるとひびが入ったり割れたりすることがあるので。どういうこと？こっから DJ DJ みたい。 DJ DJ リナ。はい。で、じゃあ粉を4回も繰り返すの。丸いよ。丸くないか。どうやったら丸くなるかね。はい、だいぶいびつだって。まあ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 、後にね丸くなるでしょう、泥団子だから。はい。で、よいしょ。ちょっと手を一回拭きます。で、はいはいはい、ちょっと一回ね、よいしょ、うー、一回乾かす乾かす乾かす。キーで、はい、乾かしまして、じゃあ磨き粉をね早速かけていきたいと思います。新聞紙に磨き粉を出す。はいはい。で、はい、磨き粉で磨き粉を出す。吸わないようにだって。確かに吸ったらやばそう。全部出さなくていいか。で、磨き粉を出しまして、団子の上に磨き粉を薄くかけ、余分な粉を振り落とす。なるほど、マスクしよう。だって確かになんか吸ったらうっってなっちゃうかも。いた。で、一回マスクします。マスクして、磨き粉を薄くかけ、余計な粉は振り落とすですね。はい。お、いい感じ。余計な粉は振り落とすって、どな、振り落とす、振り落とすってなんだ。なんだろう、振り落とすって。
で、はい、薄くかけ、余計な粉をふるい落とす、ふるい落とす、ブブブブブブブ、ふるい落として磨き粉が水を吸って黒くなったら2の作業を4回繰り返す。4回なの？4回以上やっちゃダメなの？これ2回目。振ればいい。なるほど。うん。で、振る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 。で、何？再び黒くなるまで待つ。黒くなる前に磨き粉をつけるとひびが入ったり割れたりすることがあるのでご注意ください。うん。磨き粉が水を吸って黒くなったら2の作業を4回繰り返す。やばい、黒くなる前に普通にやってたわ。トリュフみたいだって。トリュフでーす。嘘でーす。黒さがないよね、普通に白い、鬼白いけど。あ、でもまあなんか、え、いい感じになってきた。なんかめっちゃ硬いよ今。めっちゃ硬い、いい感じ。なんかさっきマジでヘナチョコだったけど泥が、え、今すごいなんか強い気持ちを持ってる泥になったマジで。え、磨き粉強っ。黒くん、すごい嬉しい。やっと、やっとね、泥団子になった。さっきまで汚かったのに今は食べれそうだって。それ丸くしなくていいのって言って、丸くないですかこれ。丸、私これ丸だと思ってやってるんですが、丸丸丸丸丸、はい。でもしかもこれカラフル泥団子だったからさ、すごい楽しみだったのに、私ほんとこれカラフルじゃない方の、カラフルじゃないたった一つノーマルの泥団子引いてすごい悲しい。ちょっと見てないうちに形になってる。だってそうですよ、形になりました。はい、綺麗になった。あ、でもなんか黒くなってきた、ちょっと水吸って。え、すごいんだけど進化。え、いい感じ。え、いい感じ、いい感じ。いい感じです。なんかめっちゃいい感じになってきた。色が変わってきたって。完全にじゃがいも。ほらほら、ここほら色が濃い。ここね、え、いい感じじゃない？ってかさ、カラフルなの作りたかった。またやろっかな、泥団子配信ちゃんと。今はなんでマスクしてるかっていうと、磨き粉をこうやって吸ったらいけないからマスクしてます。うん、イエーイ、スクショタイム。
黒くなるまで待つ。待つってこと、こうやって待つ、置いて待つってことか。うん、でマジで強くなった。もういいかな、4回ぐらいやったよね、粉つけて振るって。結構やった気がするわ。ハッピーバレンタインデー、エリナちゃん、イエー。ちょっとこの粉マジどうしよう。もう捨てていいのかな、このお粉たちは。めっちゃいい音してるやん。いい感じ。いい感じ、いい感じ。イエーイ、ガチ泥団子。泥団子って食べられるもので作ってる？だって、え、全然普通の泥でね作ってます。泥なう、泥なう。どこで拾ってきたの？ガチャガチャで。じゃあちょっともう、もう磨き粉はね、磨き粉タイム終了で、じゃあもう磨き粉一回振り落としますか。粉を一回ね、一回ありがとうって、磨き粉にありがとうって言ってね、ちょっと一回処分させていただきます。ちょっと本当に絶対に部屋に落としたくない、絶対に部屋に落としたくない。こぼしたくない。よいしょ。まだまだだ。うん、ちょっと本当に嫌だ。あ、でもまあこんぐらいでいいか。はい、粉を捨てることができました。はい。この絵って書いてある、面白かったですか。はい、で吹き吹き、一回吹き吹きしまして、はい、吹き吹き。よいしょ。これも絶対に落としたくない。で、捨てる。はい。もうこんぐらいでいいかな。あ、ここにあったやん。いや。一回ね、クリアファイルを拭きますわ。拭きまして。
泥団子作るのもなかなか大変だね、だって。え、それな、なんかちっちゃい時公園でよく作ってたけど、大人になって作るとマジでこんな大変だったって思っちゃうね。はい、で、はい、泥団子、泥団子くんです。こちらが私が今作ってる泥団子くん。ちょっと一回外します。はい、泥団子作ってどうするの、だって。え、どうもしませんどうもしません。で、新聞紙と新しい紙の上で左右に優しく転がす。了解、落ち。ちょっと待って、紙泥団子で左右に転がすんでしょ。 OKOK、 うっ、両手で座ってしまった。じゃあ行きます。コロ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 、約5分って書いてある。やばいやばい約5分転がすらしい。コロ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 、あ、危ねえ、落ちるとこだった机から。5分転がすらしい、左右に優しく。奥が深いな、泥団子。この状態が5分続きます。それな。これ転がして意味があるのかね。バスケうまそうだって。バスケ部、元はバスケ部って言われるけど、全然バスケ部じゃないです。なんで泥団子作ってんの、バレンタインだから。絶対5分やってね、だって。じゃあ5分経ったら教えてください、皆さん。転がすと表面が整います。なるほど、確かになんか綺麗。え、待って、見た目なんか綺麗になってきた、トリュフみたいな。これはね、配信では伝わんない、生で見ないと伝わんないな。この体勢めっちゃ組みたい。これで行かせていただく。あ、危ない危ない。でもちゃんと泥団子、これ映っていい画角ですよね。いい画角。ね、音が明らかに変わった。確かに。コロ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 。え、マジ輝いてきた、すごーい。カラフルな泥団子も作りたい。またガチャガチャ見つけたら作ろう。コロ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 。皆さんお気づきでしょうか、この泥団子すべてほぼ片手でやっていること、泥団子作りの工程をすべて片手で行っていることにお気づきでしょうか。左手は添えるだけ。イエス。なんか昔、あの絵の具とか使う授業の時に、図工の先生、図工じゃない、美術の先生に、なん
か私ビー玉で転がして絵を描くみたいな授業あったんですけど、みんな手でビー玉転がしてるんだけど、私あの手をなんかあんま汚さないようにやろうって思って筆でこうやってビー玉をこうやって操作してたんですよ。そしたら美術の先生に頭いいねって、そうすごいわみたいな、画期的だ画期的ねみたいな感じですごい褒められた。ただ手を汚さないようにそう筆使ってただけなんだけど、すごい褒められた。私の知恵がそう生かされた瞬間でした。もう5分やった気がするか、もう5分やった？もう5分やったよね。何分ぐらいやってる？あと30秒。 OK、 了解了解。ガチャガチャいくらした？200円かね、300円ぐらいかな多分。今これあ、でもすごいなんか、え、待って、好きになっちゃった。めっちゃすごくない？なんかきらめいてきた、なんかかわいい愛着湧いてきた、かわいい。なんかかわいい、え、すごくない？なんか美しい、艶が危ない、無事無事だ、すごい。待って、あんなネチョネチョの泥が無事なんだけど落ちて、危な、マジで危なすぎた。え、でもすごい強くなったマジで。待って、5分転がしたよね左右に。え、左右に5分転がしたよね。ってことはじゃあ次は円を描くように優しく転がす DJ タイムですね。え、てかもうだって手につかないもん、そんな泥が。石っぽい、だって。え、それな、マジ石になった。磨き粉すごいね。これカラフルなのも作りたかったな。もう硬い、めっちゃなんか気持ちいい、なんかツボをしてるみたい、手のマジですごいなんかいい感じ、めっちゃツボをしてる感じするわ、めっちゃいい。え、めっちゃ手もみんなんだけどめっちゃ手もみん。めっちゃ手もみんこれ、うん。待って、割れた。え、待って、割れてる。どうしよう、
やばい、直そう、え、待って、怖い怖い怖い、直そうと思えば思うほど割れてくんだけど、え、気持ち悪い、なんか磨きこ、ゴミ箱に今手を突っ込んでね、磨き粉つけて、逆効果じゃねえ、だって、え、なんで、そうなの、マジ、乾いて割れたんだから水でしょ、だって、やばいやばいやばい、まあ、自分を信じるわ、もう一回、じゃあもう一回左右に優しく転がす、ちょっと優しさが足りなかったかも、割れてるわ、水つけんのかな、これまず水だよ、だって分かった、ああ首が痛くなってきた、水つけんの、水つけた、水なう、うん、すり込む感じ、隙間に泥入れて、はい、あ、でもなんか治ったかも、お、で磨き粉をつけるとね、磨き粉をまたゴミ箱から採集して、します、またマジ優しく、もっとつけた方がいいのかな、なんかちょっと、またやり直しだ、コロ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 、でも今んとこね、ひびは見当たらないので、このまんまさっきと同じ工程をしていきたいと思います。5分ですね、5分
5分5分。この見本の人はさ、なんかないのか。磨き粉つけて、あ、めっちゃ綺麗やん。39分までコロ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 。カラフルなのは何色だったの？あとこれノーマルなんですけど、ノーマルの他にレッド&ブルーっていうレッドと青が混ざった粉と、レッドとブルー&イエローとイエローがあったんだけど、そんなさ、レッドプラスブルーがあるんだったら、そのプラスのブルーをこっちに分けてって、そう、まあちょっと思っちゃうぐらいの普通の私は泥団子ノーマルを地引きしました。うん、そう、つらみ、私めっちゃワクワクして開けたら普通の、あれって色ないやんってノーマルでした。バレンタインに泥団子配信は貴重。バレンタインだから、まあ、泥団子作ってます。コロコロ集中してください。だって確かに集中します。あ、危ねえ。コロ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 、携帯にめっちゃ粉ついてる。皆さん、あのバレンタインっぽいことしました？今年は4個チョコもらったよ。今日食べ物以外作ってるのエリちゃんだけかも。え？そうでしょ？神奈川県で一般的な風習なのかな？ああ、聞いたことないですけど。一般的なのかな。今日チョコ食べた？食べた。一日バイクいじってた。疲れた。いいですね、趣味。今日泥団子配信見ています。おい、バレンタインでやっぱり泥団子やなと思います。確かにわかる。39分までだよね、コロコロ。あと1分じゃん。好きな子から泥団子もらった、それはそれで嬉しい。優しくべ、コロコロね。コロコロ、あと少し。トリュフ、確かに。うん、うん、39分なった。じゃあさらに円を描くように優しく転がす。さっきこれでさ、ひび入っちゃったんだよね。だからこうやってもう優しく
優しく。うわ、めっちゃ泥ついとるやん、服に。この服はお気に入りの服なんですよ。なんかかっこいいプリント、優しくね。そう、慎重に。だから39分だから、何分まで？5分って書いてある。5分やったら30分休むって書いてあるんだけど、そんな待てないから、ちょっとお代理な流で、我流でいきます。それ何に使うの？だって、え、何も予定なし。そう、なんかね、泥団子ね、寝かせるのがね重要らしい。動画見ながら作ってるの？だって。はい、今動画見てた。顔見えないだって。マジで首が痛い。ちょっとこんぐらいならいいかな。一生懸命泥団子を作っております。こうしたらいい。めっちゃ DJ やん。陶芸家みたい。泥団子丸めてる姿かわいすぎだって。泥団子作り楽しそうだって。お、ぜひ作ってみてくださいよ、皆さんも。ちょっとね、調子乗りすぎた。なんか全然割れないとかって言って、こうやって思いっきりね回しすぎたから、多分ひび割れちゃったんだと思う。ちょっとね、優しく。そうだって、テモミーみたいな、つぼ押しなんだけど気持ちいいとか言ってたからさ、多分強くやりすぎちゃったんだと思うわ。そうだから多分優しくやってあげないと割れますね、これ。ちょっと調子乗っちゃいました。そう、優しくローリング。あ、
あれでも44分だからもういいんじゃない。さらに円を描くに優しく転がす。もう転がした。で30分休むだって。30分も休めるかな。じゃあ5分休みましょう1回。はい、じゃあ1回休憩でちょっと手を拭きましょう。スパルタでいきますわ今日のトロ団子は。ちょっと30分ヒーターの前に置こうかな。でもこれ乾かすのがあれじゃないか、目的じゃないか。磨き粉をつけて30分休ませ力を抜いて50回ほど転がす。また30分休ませてまた転がすとピカピカになります。マジ。じゃあ磨き粉つける。もう磨き粉ゴミ箱の中だよ。もう一回磨き粉つけてみようかな。ね。ゴミ箱を漁って。なんで捨てちゃったの。だってもういらないと思っちゃった。そう、ちょっと画角がもうなくなっちゃった。ティッシュ、今乾かしてます。ちょっと首に、はあ、首が。今日何食べた？今日はチョコとか食べました。今日バレンタイン。泥団子食べるの？だって食べません。まあでもね、やっぱこうやって茶色いものをねいろいろ扱ってると、ああバレンタインだなって思いますね。真面目に作れよってきた。真面目に、はい、一応真面目に作ってます。まあ5分ぐらいやったかな、休んだかな。じゃあ50分までちょっと寝かせます。これ
もう50分、また49分だけど、まあ、体感50分なので、私いいこと思いついたんだけど、ここに入れてこうやって転がすってどうかなって思ったんだけど、だって粉も落ちるし、なんかカラカラ言うけど、こっち青の方がいいかな。あ、え、めっちゃ良くない？なんかこれ、これで回したら自分の手も汚れずに、すごいなんかいい感じになるのかなっていう。割れるんじゃない？だって確かに割れちゃうかも。で、確かになんか変な傷がついた気もする。泥団子作りがこんなに難関だとは、まあ、思ってたけど、まあ、こんなこれほどまでにハテナが多い工程があるとはね、思ってなかった。深い。本当の泥団子なの？そうです、本当だよ、本物の泥団子。私はこれ、カラフル泥団子作ってます。ガチャガチャでね、やったんです。そう、タイミングよく、どこ行った時だっけな、どこのガチャガチャだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど服おしゃれだね。ああ、そうす、この服はよくレッスンの時、あ、危ね、よくレッスンの時にね着てたかな。ガチャガチャって結構やるの？だって、ガチャガチャはなんか面白そうなものがあったらやります。で、くら寿司行ったら絶対にガチャガチャはありにする。なんかガチャガチャって光…あ、ガチャガチャじゃない、泥団子スプーンの背を使ってこするとさらに光ります。マジか、さすがに泥団子に使えるスプーンはうちにはないな。おう、でも
なんかいい感じ、ほら輝いてきた光沢。もう一回磨き粉、最後に最後の磨き粉。休ませる。で休ませます。無印のお菓子キットほとんど売り切れてたよ。確かに無印の簡単だもんね、作るの。お腹空いてきた、めっちゃお腹空いた。サザエさんエンディングだよ、マジ。ほんとだ、もう6時56分だ。こんばんは。可愛すぎて泣けるの選択肢がなくなっている、だって。そうなんです、なくしちゃいました。だから月1でね変えようと思って。でもわかんないです、ちょっと気分で変えてます。ね、昨日はすごい大きい地震があってめっちゃびっくりしました。皆さん大丈夫でしたかね。ね、めっちゃ久しぶりにめっちゃ大きい地震だったから焦りました。普通に そう、テレビ見てて地震速報があって、えっと思って、でもまだ地震来てないと思ったらもうめっちゃ揺れてびっくり、机の下に隠れました。で今日もね、さっき地震あったから、皆さんこの後も気をつけてください。地震があったらね、すぐヒーター消して、火とかつけてたらすぐ消さないといけないので。ね、なんか今スマホはさ、なんか懐中電灯、明かりもつけられるじゃん、めっちゃ便利だからね。充電器やっぱ私あれが好きなんですよ、充電器の、バッテリーがめっちゃ好きなんですけど、やっぱ持っとかないとなって思った。だって停電とかしたら携帯で明かりつけられるし、まあ、電波とかさ届かな、電波とかはまあ、切断されても、まあ、携帯あったら便利ですよね。うん、モバイルバッテリーにライトついてるのもある。あ、そうなの？それは知らなかった。携帯は便利。な、携帯昔はなんか友達と遊んだ時になんかめっちゃ夜に解散とか、夜もう暗い時にバイバイってした時に遠く離れて、あの携帯のライトをお互いつけてこうやってバイバイって、そう、数百メートル離れた場所からもこうやってお互いに振り返ってバイバーイって
友達とやってました。そう、その頃はガラケーだって。いや、スマホ。それドリカムの歌じゃん。ドリカムの歌やん。へえ。ね、海外アーティストの方ってさ、なんかペンライトとかじゃなくてさ、なんか携帯のライトでこうやってやってるよね。携帯、なんか海外のアーティストさんって撮影可能とか多いから、携帯のライトでこうやってみんなでやってるイメージ。昔はライターだった。え、本当ですか。ライター、マジ危な。うん、まあそろそろ完成に近づいてきましたね。表面がツルツルの下敷きで優しく転がす、光ってきたら完成。でもほんとマジできらめいてきた。なんかほら輝いてる。表面がツルツルの下敷き、これだ。ファイルの上で転がしますわ。おだえりみたいに綺麗よっと。火星のようだって。火星こういう感じなの。エリちゃんめっちゃ笑顔素敵。私も本当お腹が空いてちょっと限界に近いので、もうラストスパート磨き上げていきます。泥団子。泥団子食べればいいんだよ。だって大丈夫か。泥団子はちょっとさすがに私でもさすがに食べれませんね。お昼ご飯なんだった？お昼ご飯はなんかタコスみたいな、タコス食べた。エリちゃん結構前にタワー来てるからよろしく。嘘。やばい、すいません。タワー。どれだ、すんません。きっとこっちで見よう。どなたかな。タワー来てるよ。
たでしょうか。結構前やね。嘘を気づかなかった、すみません。ごめん先生かな。ごめん先生、ごめん先生がクマ太郎を立ててくれました。イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。ごめん先生、ありがくまたわー、イエーイ。ほんとすんません、ごめんなさい。ごめん先生、ごめん。今さらになってしまったお礼が、見てたら、見てますように。泥に最初本当になんかよく分かんなくて、泥しか見てなかった。じゃーん、綺麗。でもこれゴールないよね多分。これゴールなくない多分ね。泥団子ってなんか極めれば極めるほどもう極め放題だからさ、永遠にいけるね。ゴールと思えばゴール。でも私はもうこれがゴールだと思う。もう泥団子なんでそんなに小さいの。だっていやそこはね、ちょっともうちょっと秘密です。はい、こんな感じでね、泥団子皆さん完成しました。イエーイ。じゃーん、これが私の作った泥団子です。じゃーん、美しい。見てください皆さん。じゃーん、はい、いい感じに、ほらでも輝いてるよね。いい感じに泥団子できました。サイン書かないの。だってサインはね、ちょっとまだもうちょっと時を置いてから。はい、ということでね、皆さん今日は配信いかがだったでしょうか。泥団子作り、またね、泥団子のガチャガチャ見つけたら作りたいなと思うので、ぜひ皆さんまたガチャガチャを見つけることを期待していてください。ではじゃあ本日のランキングをね、読んでいきたいと思います。いきます。13位イズンビ、12位ネコチャンバラ、11位マッカーシーアットオダシ、10位プロスペクト、9位マッタ、8位 YSA73 アット、このミートボールを電に入れるかな。7位牛若丸、6位ボマ、5位マーアットオダシ、4位ポンタアット空が好き、3位ごめん先生、2位社長アット生声48、そして1位はカンタアットカンカーン。イエーイ、ありがとうございます。では皆さん、ハッピーバレンタイン、いつもありがとう。これどうぞ、泥団子。はい、まあてな感じでね、はい、皆さん愛を込めて泥団子を作りました。いらんってきた。はい、では皆さん良いバレンタインを過ごしてください。ではバイバーイ。あ、切れない。